あけましておめでとうございます。おめでとうございます、えー。まずお聞きしたいのはですね、はいえー、昨年、はいえー、振り返っていただいて、はいえー、取り組んだまあ政策について、はいえー、教えていただければと思います。はい、あの昨年はですね、私あの10月まで安倍内閣の法務副大臣兼内閣府副大臣ということで、はい、まあ政府に入らせていただきました。あの政府の中にいるというのは非常に勉強になるし、またやりがいもあるんですが、まあ、どうしても あのそこで携わる仕事というのが、法務行政とか内閣府行政ということで、まあ、限らざるを得ないという中で、仕事をさせていただいたわけですけれども、やはりあの一つはですね、もともと私も警察庁で役人をやっておりましたが、あの今必要とされる刑事司法改革。まあ、これは非常にあの まだあの大きな途上でございますけれども、まあ、これに取り組まさせていただきました、はい、またさらには、人口減少社会の中で、経済活動をいかにこう活性化していくかということで、うん、あの民事法ですね、まあ、これをあの抜本的に見直さなければいけない、まあ、そういう政策課題、まあ、さらにはあのオリンピックに向けて世界一の安全、安心を確立するための、例えば再犯防止対策ですとか、あるいは入国管理政策、まあ、さらには今後、外国人をどのような形で、 あの日本であの、まあ、教育をしたり、活動をしたりするかというようなことについても、主々の多面的な検討を行わせていただいたというのが、昨年1年でした、はいえーまあ、安倍政権がです、ねはい、今度、新三本の矢を打ち出しました、えーはい、これ、どういう見通しを持たれておりますかあの基本的に言うとです、ね、昨年は久しぶりに、まあ、中小企業も含めて賃上げというのを達成したわけなんですけれども。 なかなかやはりあの中国の経済の動向等もございまして、ちょっと不透明感が漂ったところがあったかなという感じがいたします。まあ、そういう中で、やはりこのアベノミクスというのを新しいステージに乗せていかなければいけないわけですけれども。基本的にやはりあの私ども丹念にこの地方の声を聞いていく。そして地方において何が。 足りないのかということをしっかりと抽出していく。まあ、このことが大切だと思います。まあ、特に私昨年の10月から自民党の副幹事長という職につきまして、まあ、これから参議院選挙に向けて、まあ、さらに地方の声を聞くという役職にもつかして今いあのいただきましたので、まあ、しっかり丁寧にそこら辺のところに取り組んでいきたいと思います。はい、えー。昨年はですね。はい。TPP はいがやっとですね大筋合意に達しました。はい。 ただしこれから、曲折とかですね、はい、あるいは課題もあるかと思います、その辺どうお考えでしょうか、はい、TPP 自体はです、ね、この東アジア太平洋地域において、やっぱ日米の,あの経済関係、まあ、あのいわゆる安全保障関係だけではなくて、経済関係もしっかりとあの強めていく、まあ、さらにはこれからの新興国の台頭というのを見越しまして、しっかりしたあの経済ルールを作るという意味で、非常に私は大筋において、評価できるものだと思うんです。 ただ、やはりですね、あの日本において競争力があの諸外国と比べてあの低い産業であります農業、これ、農業を守るということは日本の農地を守ることでもあって、安全保障に直結する問題なので、これも絶対にやっていかなきゃいけないわけですけれども、まあ、そこでやはり不安が広がって農家の間に不安が広がっているということは、あのまあ事実としてしっかり受け止めなければいけない。 まあ先ほどあの副幹事長という職で、地方の声を丹念に聞くと申し上げましたけれども、政務調査会関係では私、農林水産戦略調査会の副会長という仕事にもさせていただいて、農林水産の,あの党の役員会でいろんな発言をできる立場に置かせていただきましたので、これから秋口にかけて、骨太の,あの農林水産政策、 安心のできるしっかりしたものをです、ね、やはりあの私ども中心となって形作っていきたいなというふうに思います、はいえー、9月には茨城県の鬼怒、えー、川の堤防決壊があったり、はい、まあ非常に異常気象といいますか想定外のようなこう災害が起こる可能性が出ています、はい、今の,その災害対策です、ねはい、についてはどうかかお考えありますか。 あのここはです、ね、特に河川の問題というのは長期の時間がかかるというのに加えて実際問題として言うとあのなかなかです、ね、あの弱小堤防というふうに私ども言ってるんですけれども非常に欠けてるところ足らざるところというのは多々あるというような認識は大いに私ども持っていますしっかりと、ね、計画を立てていくということが大切なあとあとはのどちらにしてもです、ね、1年2年でこれできるという問題ではありませんから あの市民の方々とその危険性ということについてよく理解を得ながら、あの計画立てた形での,あの万全の措置といいますかあの、そういった災害対策の整備というのをね、図っていくことが必要かなというふうにさてあの、新年明けましてです、ね、こ、はい、今年ですね、ええ、ぜひ取り組みたいと思っておられる政策課題というのは、どんなものがあるでしょうかおおむね今申し上げたところが大きいんですけれども、あの 副幹事長というのはやはり選挙に向けていかにあの自民党の政策を国内的に理解をしてもらうか、鍵はやはり地方創生だと思います、うん、まあその意味で、あのまあ、いどうしてもあのせ政策の世界ですと、まあ、机の上、あるいは頭で考えることということだけではなくて安心ができる、それから心に響く、まあ、そういうような政策を語り作ることが国民とともにあの地方のことを考えるということに つながってくるんだと思います分けてもその中で、あの先ほど申し上げました TPP、まあ、これについてですね、あの非常に不安を抱えていらっしゃる農家の方々、まあ、この方については、あの方に対して、まあ、私自身もあの戦略調査会の中で、まあ、しっかりとあのしたものをです、ねまあ、形作ることができるように。 まあ努力をしていいいきたいなとううふうに思います、まあ、併せて国会関係で言いますとあの、去年まで法務副大臣やっていたものですから、まあ、いろんな懸案が法務委員会に残っておりまして、これは宿題としてあのしっかりやってくれということで、この1月4日からあの法務副委員長と、あいやじゃなくて法務常任委員長に、まあ、就任もさせていただきましたので、あのその国会関係の業務,業務もしっかりといろんな寄を あのやっていいいいきたいなとううふうに思います、はいまあ、今おっしゃったその地方創生、はい、え今年はです、ねまあ、実行のある年ということになりますし、ええ、TPP についてもです、ね、先ほどの不安を払拭というお話がありました、あはい、まあ茨城県も農業県でございます,そうで,す、ね、ですから TPP、あるいはその地方創生の中ではです、ね、えー、伸びしろというか、チャンスでもあるんじゃないかと思います。 あの茨城県というのは非常に恵まれた立地で,です、ね、うん、やはりは首都圏の食料にしてもあの、工業製品にしても生産基地としての色彩もありますし、うん、またあの海にも開かれております、でしかも圏央道、それから北関東道、まあ、そういったようなインフラもまあ整備されて、こういったものを起爆剤として使っていくということで、今回の TPP の合意にしても、あるいは地方創生というのを、この茨城県をより輝かせるために使う一つの 材料としてですね今年は前向きに考えていきたいなというふうに思いますはい、えー、ありがとうございましたありがとうございました